HD8606 六 b とは G 型主系列星 HD8606 の周囲を公転する太陽系外惑星である。エキセントリック、プラネットと呼ばれる楕円軌道を持つ惑星の中でも特に極端な軌道を持ち、恒星の周りを111日かけて一周する間に恒星までの距離が 0.03au から 0.88au の間で変動する。また、 トランジットを起こす惑星としても知られる。HD8606B の軌道。青が惑星、赤が中心の構成を示している。HD8606B は、離心率0.9を超える、潰れた楕円軌道で降転している。この離心率は、太陽系では、惑星よりも短周期彗星の軌道に近いものだが、HD8606B は、 木星の4倍の質量を持った巨大惑星である。HD8606B がこのような軌道を持つ理由は明らかではないが、主星の HD8606 が連星系に属しているため、その影響で離心率が上昇したという説が立てられている。惑星のトランジットの観測では、恒星の赤道面と惑星の軌道面が大きく食い違うことが示されており、 古材メカニズムによる説明に根拠を与えている。恒星から最も離れた地点で HD8606B が受ける日射量は地球における値と大差ないものだが近点では地球の800倍に達する。惑星が恒星の背後を通過する現象の観測からは近暮視点付近で惑星の温度が6時間の間に 摂氏500度から摂氏1200度にまで跳ね上がることが明らかにされている。そして HD8606 ビットは構成に最も接近した時音速の数十倍にも達する激しい嵐が発生することが観測されている。前述の通り HD8606 ビットは構成に最も接近した時の表面温度が摂氏500度以上に達するため 111日ごとに灼熱の大嵐が吹き荒れていることになる。ありがとうございます。